さて今回はね、悟り山の豊富な資源ということで、まあ、ここの悟り山なんですけど、本当にいろいろなものが取れるんですけど、その取れる場所とかねを紹介していきたいと思います。まずね、悟り山の場所なんですけど、まあ、マップ全体の南西方向かなのあたりにあります。ここら辺が監視砦になりますね。でハイラル平原の西の方に行くと悟り山があります。で今回はこの、ソナパナの祠付近にある3つと、まあ、この悟り山のね山頂から行くルートを紹介していきたいと思います。まずはここの祠付近ですね、まあ、ここの祠ちょうど出たところにリンゴ畑があるんでね、ここでリンゴをね大量に取ることができます。まあ、ここでリンゴを取ることができたら、まあ食料に困ることはまあないかなっていう感じですね。まあ、ちなみにここね、動く気がちょこちょこいるんで、まあ、こいつらにねやられないようにだけ気をつけてリンゴをね取っていきましょう。で2箇所目はここのね祠の東側ですね、ちょうど右側ですね、ここの崖を降りたところにあります。こうちょうど崖を降りると、まあ、ちょっとなんか出っ張ってるところがあるんですけど、ここにねハーブがいっぱい自生してます。ちなみにここね結構いろいろとというかね、鹿が結構いるんで、まあ、肉が欲しい時に肉の補充とかもね合わせてできるんで結構お得やったりしますね。ほいほい、こんな感じで、はい、大量に肉をゲットすることもできたりします。で、まあ、ここねほとんどのハーブかな、まあ、ハーブ類があるところになってまして、ビリビリハーブとかもねこっちの方に落ちてるし、ここのね、切り株の周りにはゴーゴー人参もね一緒に生えてたりします。で、まあ、ここのコログの家あたりにはポカポカハーブとか鎧草、あと剣草とかもねあったりします。で、まあ、あんまり必要かわかんないですけど、ここの木の中には卵とかもね、あったりするんで、まあ、必要やったらね、取ってってもらえばと思います。で、祠周りのね、最後の場所なんですけど、ちょうどこの祠の真裏ですね、南側になります。まあ、ここの池あたりに、まあ、ここはいろいろ採取できるというよりも、かなり生き物がいるんでね、まあ、肉を大量に手に入れることができたりします。まあ、ここの池にね、この電撃のミカをなんかビリビリさせると、まあね、鶏肉ですねを大量に手に入れることができたり、ここにね牛とかもいたりするんで、普通に売ったりするとね、まあ、大量に肉をゲットすることができます。まあ、というわけで、祠のところはね全部回り終わったんで、次はね悟り山の頂上からいろいろとね取っていきたいと思います。まずは悟り山のこっちの、西側の頂上というんですかねのところに池があるんでね、まあ、ここからスタートしたいと思います。まずここの木の周りなんですけど、木の周りにねガッツ人参がまあ3本か4本ぐらい生えてたりするんで、せっせと取っていきましょう。でここの池の周りに姫静香が、まあ、これも3本か4本ぐらいね生えてるんで、これをパパッとね取っていきます。でまあここを取った後は別に行っても行かなくてもいいんですけど、この岩の上にねちょうど登っていくと、鳥の卵があるんで、まあ、鳥の卵が欲しければここを通っていくもよしっていう感じですね。まあ、ここは別に通っても通らなくてもまあまああんまり変わらないかなっていう感じではありますね。というわけで鳥の卵をいただいていきましょう。でここをジャンプして降りていくと、まあ、55だけのね壁があって、ここに55だけが3つあるんで、まあ、必要であれば取っていきましょう。まあ、55だけは結構いろんなところあるんでね、いらなければ取らなくてもいいと思います。でちょうど降りたところにアイラル草とね忍び草がいっぱい生えてるんで、いろいろと取っていきましょう。でこの下にね敵がいるんですけど、まあ、正直敵は倒しても倒さなくてもいいですね。まあ、倒したらいろいろと道具が手に入るんですけど、この横にねガッツ人参が生えてるんで、ガッツ人参だけねパパッと取って逃げるもよし倒すもよしっていう感じになってます。でここのねところをちょっと走っていって、この岩の下かなのあたりにまたちょっとねなんか石があるんですけど、これが岩ロックになりますね。まあここの岩ロック夜光石の岩ロックやったかな、やってまして、お尻にね弱点がついてて、まあ、夜に来てね倒すことができれば夜光石も手に入るし、まあ、ついでにね武器の素材も手に入るっていう感じになってます。はい、こんな感じでね倒すといっぱい鉱石も手に入るし、このあれなんていうんですかね、まあ、神石って書いてあったような気もするんですけど、岩ロックのね素材が手に入るんで、これをつけると武器もね強くなるっていういいことづくめって感じですね。
まあ、岩ロックをね倒したところから西の方にね、まあ、ここら辺の岩の隙間でもいいですけどを進んでいくと、まだちょっとね、なんていうんですかね、鹿がいるポイントがあるんで、まあ、お肉がね欲しい人はここでね鹿を飼ってもいいかと思います。全然当たらない。でまあね、鹿の肉をいっぱい手に入れたら、ここのねちょうど崖の先に、まあ、ここがね悟り山と言っていいのかどうかちょっと微妙なんですけど、ルチルコがあるんで、この周りでも一緒にね素材を集めてった方が効率いいかなと思います。まあ、ここから普通に飛んでいって、ここの若干ちょっとなんかあの出っ張ってる丘みたいなところに来ると、こんな感じでね姫静香とかがいっぱい咲いてたりします。あと忍びそうかな、あったりして、あとこのねルチルコの周りってめちゃくちゃ、なんていうんですかね、存在がいっぱいあるんですよね。まあ、ここですね、ここにガッツ人参も確か2つ生えてるし、こっちのね水辺の周りになると、まあ、結構ね鳥とかもいたりするし、まあ、蜂蜜とかもねあるんで、まあ、必要なものは一通り揃うかなみたいな感じですね。まあ、あとは水辺に行くと頑張りガニがいたり、あとはここら辺やったかな、ここら辺に結構ね魚がいっぱいいるんで、ここら辺で、おお、はい、一緒にビリビリしちゃいましたが、ここら辺でねビリビリの矢を打つと、いて魚がいっぱい手に入ったりします。でここのねルチルコの南あたりですね、まあ、ここら辺にちょっとでかい木があるんですけど、ここの木の周りは結構ね、あの、蜂蜜が2、3個出たり、オクタとかもね、結構いたりするんで、オクタの素材を集めるのにも結構役立ったりしますね。ほい。ここちょうどこの上あたりですね。今回2つありますね。なんで、ほい。ちょっと無駄に、あれですね、火力がありましたが、まあ、こんな感じでね、蜂蜜を集めたりできます。最後がここの悟り山のね南端といいますか、ここの祠の北側といった方が分かりやすいんか分かんないんですけど、まあ、ここの洞窟かな、ちょうど上あたりにあるなんかこんな森みたいなところに、ここにねめちゃくちゃキノコがあります。あと蝶もね結構飛んでたりするんで、まあ、ゆっくりね近づくと蝶とかもね採取できます。うん、うまく当たってない、いや蝶に当たったんか。はい、まあ、イノシシもいるんで、ここら辺でね獣の肉を手に入れることもできます。ここは本当にねめちゃくちゃいろんな種類のキノコがあってですね、まあ、ほとんど全ての種類のキノコが取れるんじゃなかろうかと、ね、思います。まあ、多分煙だけ以外は取れると思うんですけどね、他になんかレアなキノコとかがあったらそれはねないかもしれないですけど、まあ、基本的なキノコはここにねほぼ全てあると言っても過言ではないですね。あとまあ夜に来ると、この木の周りですねにカブトムシがいっぱいいたりするんで、カブトムシが欲しい時は夜に来てもねいいかと思います。それではね、まあ、悟り山の紹介はここら辺にしたいと思います。他にもね、採取できるポイントとかあるかもしれないんですけど、まあまあそこら辺はね、いろいろと探し回っていただければと思います。とりあえず、私が知ってる範囲でちょっと紹介ね、させていただきました。それではここら辺で終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。